武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回大分大学の生物の勉強について話していきたいと思います。まず生物時間ですが、理科が2科目で120分という形となっています。で、生物は大問が4題出題されています。で、特徴としては論述問題が非常に多いです。で、一個一個は、数十字程度の短いものもあれば、100字を超えるような、ものも出てくるなどですね、かなり、要は幅広くなっており、いろんな形で、回答できる必要があるという形ですね。で、問題のその聞いてくる論述に関してはですね、記述の問題などもあるんですが、そちらは正直そこまで難易度が高くなく、標準問題の、問題集をしっかりこなしていればできるんですが、論述に関しても回答そのものを見ればですね、書いてる回答自体はそんなに難しくないなとは思いがちなんですが、割と興味関心持って教科書なり資料集自発的に読むような人でないとなかなか答えられないなというような問題、要は問題集の答えをただ、覚えたり書けるようにしただけではちょっと解けないかなっていうような、問題が割と出てきます。なので、問題集としては国公立標準問題集キャンパス、こちらをしっかりやっていけばいいと思うんですが、それに加えて、教科書なり資料集の読み込み、こちらはしっかりやっておいて、プラスここの過去問を実際触れてですね、どういうテーマを聞いてくるのか、何を要求されるのかってことを、に慣れていく、形を取った方がいいかとは思います。で、そういう意味で言うと、その付け焼き場で準備しようとしてもなかなかその問題集仕上げたからすぐ気になるってわけではない部分が、あるので、早い段階から理科に触れておくと、点数を稼ぎやすくはなるかなというふうに思います。なので、ここの、問題で生物使おうというふうに思っている場合には、問題集終わってから過去問入ろうではなくて、早めに過去問にもう一旦触れてですね、その時点で解けなくても構わないんで、どういうことを要求されるのかっていうのを見た上で、問題集だったり、講義系の参考書や教科書などに戻って、知識を入れ直す。で、生物系の最新情報などもできれば、新聞だったり、などで、触れておくと、いいかとは思います。なので、興味関心という部分を、鍛えるように、心がけておいてください。以上が、生物の勉強となります。